は赤星赤崎せよ赤星混ぜましてさあ来ましたよ、ラーメン二郎かじゃと呼びますけども、神谷原店ということで、はい、3人でね、編集をしていく中で私が1本目、はい、担当させていただきます、はい、じゃあ見ていきましょう、中央本線のですね、うん、坂織駅ね、とこ30分歩いちゃいますよ、30分なんですね、なのでまあ車でね、我々行きましたけども、はい、券売機は外にあるんでね、これを買ってから、これがね、また、いや、そうですね。これ、いいシステムでしたね。まあ、ちょっとね、すごいいろいろ選べるんだけども、タッチパネルね。そうなんですよ。二郎ラーメン、醤油味噌、辛味噌、ブラック二郎、つけ麺などがありまして、まあ、こう、わーっと並んでるじゃないですか。で、この中のね、やはり、一つをタッチしますと、こういった風にね、券売機でこうお好みが選べる。これすごいよね。そうね。これはいいよ。ね、野菜以外のコール、すべて券売機で行いまして、うん、麺もね、厨房とか極太なんか選べたりするという、ね、システム。で、高くていい。私はブラック二郎というのを頼んでおります。ブラック二郎。さあ、何なんでしょうか、ブラックは。ね。まあ、まずは普通の方を見ていきますけども、麺型野菜、マシマシのニンニク目、油多めの、野菜とチャーシューの種類で結構食券にね、丸をつけるシステムでしたね。はいはいはい、そういえばね。うん。で、ブラックというのが、こういったこの黒ごまをね。あ、黒ごまなんだ。そうなんですよ。ゴリゴリできて、ブラックにできるというお話でございますね。他にも、例の最高のサービスがあるんで、後ほど見ていきましょう。はい。なかなかは自分のに集中してたから知らんかったな、ね、あ、そっか、もろもろね、食べて撮影もしてるから、そうだ、僕はこんなのを食べてましたけども、え、豚ですね、これはもうみんな入ってましたね、うん、とろみが特徴的な一口ね、一口で食べたらもったいなかったとね、いう一枚でございます。すごいガッツポーズしてましたけど、さあ、そして油野菜をね、噛んでいきますけども、こちらの油野菜がですね、あの油自体はふわふわで味付けがない野菜でございまして、はい、野菜はね、サクサクとした食感が特徴的なやつですね、なかなか、いいお野菜と油でございますね。そしてそのまま麺もいきますけども、これちょっと短めなんですね。おー、そうですか、あなたも食べてますよ。改めて、改めて、あ、いやいやいや、君らも食べてます、ね、今回片面を選択して丸太麺、ちょっとなんか家系の食感の麺の方に近いのかなと、まあ、丸い感じが、そう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 、モーション麺というか、そういう印象でしたね、したここで出ましたブラックの正体ね、黒ごまということで、あの黒ごまと白ごまのこの違いは、黒ごまの方がこれ脂質が少ないらしいです。クジラとイルカの違いは大きさです。え、はい、そうなんだ、はい、そんなね、あの海のそれ付き合いに香ばしさもね、非常に強いということで、黒ごまの方がね、まあ、あの一気に行き過ぎるとこう麺の良さとかを失ってしまうので、ちょっとずつがおすすめかなというところも一気にニンニクは一気に入れます。はい、別皿で今出てきますね、そして券売機で多め選択したんですが、僕はこれ平均的なマシンガンのニンニクだったな、思います。量的に、うん、とんでもない量ではない。そして辛さも、この大きさもですね、控えめなんで、バランスニンニク中のバランスニンニクということでね、いやいや、ややこいな、ちょっと 100% 中の一番真ん中のニンニクということで、卓上返しではなく二郎醤油タレをね、かけていきましょうね。卓上返しかと思っちゃったけど、じゃあこれいくつなんでしょうか。ショップスパレベルは2.9。 いや、もうだから3でいいよこれね、この場所で僕発言してましたから 2.9 というふうにね、決定してましたもんね。まあ、多めに入れてもらってもいい。お醤油、お醤油もありますよ。はい、醤油はダメだよ。お醤油だもん、すんごいしょっぱい、お醤油だもん、お醤油はね、しかも使いません、僕はね、あの確認しただけです。餃子とか食べるでしょ、使わないからね。ここで現れた、はい、ライス、さあ、ライスがね、ね、食放題なんですね。食い放題、はい、ね、野菜をこうちょっとね、乗せていくんですね、少しずつね、食べ放題か、あ、食べ放題、食い放題、まあ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 ね、オリジナルプチ二郎丼もね、こうやって作って、野菜に染み込んだスープがね、これご飯と合うんですね。麺もちょっと入っちゃったりしてね、試してみてくださいね。豚をちょっと残してね、やってもらうご飯用にね、一番最初に食っても終わりだもん。まあまあもう、だってね、気づいたのが結構後だったんだね。まあ二郎に対してあんまないからね。そう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 、これは美味しかったんです、コウさんでした。ということでね、まあ、ステータス的にはね、あの量的なものも全部含め、結構平均的な 86.4 でございました。はいはいはい、ごとなんです。私の後は誰が上がるんでしょうかね、はい、楽しみにしてる人いるんですかね
いや、いるでしょ。誰だ、明日は誰だ、明日は誰なんだろう、あるでしょ、きっと。で、2人は2人の編集方法だから、別に僕のね、この形式じゃなくて。あ、はいはいはい、なるほどね。そう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 、はい、オープニング入れてもいいし、入れなくてもいいし。はいはいはい、リオじゃなくてもいいし、ね、そのままちょっと、はい、別の店撮ってきて、いやいやいや、歌ってみたとか。いや、ダメです。マシマシ TV だし、二郎鍛冶をあげるって言ってんだから、動物動画とかね。ああ、いいよ、いいよ。いきなり、ボロボロして。いきなり、まあまあまあ、この次もまだね、ちょっとね、僕も楽しみです、どんな編集で。はい、まあね。ということで、またお会いしましょう。はい、ご存です。二郎鍛冶で。二郎鍛冶で。Thank you.